貸主の皆さん、こんばんは。毛高き債務者、相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテインメントの架け橋、桜橋919。毎週火曜日は私、相席スタートの山添が、ここ、東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。いやー、あのー、ここ最近ね、フラットまあ、2時間、2時間半だけ合間時間あるとかって時に、一瞬あのー、パチンコ行ってやろうってね。 うん、思う機会がありまして。で、一個前の時代であれば、もう数年前であれば、2時間2時間半じゃちょっとパチンコ打つん、時間足りひのちゃうかっていう,う感覚なんですけれども、この言ったら、ちょっと仕事が増えてきて、パチンコの時間が減るぞっていうのと同時にですね、えー、パチンコ側も、 あのー、時速というのが上がりまして無事僕もあの合間を縫って打てる時代に今突入してるわけなんですよなので、あのー、今3回ぐらい行ってね3回ともねちょっと今負けてるんですよでねただちょっとこれ女性の方わからないかもしれないんですけどあのトイレ行ってねショ、あのー小の方小さい方行くと なんかまあ的があってそこに的に向かってするときに上に機械があってね俺が行くパチンコ屋さんのお店のトイレはそのお店にねトイレしだしたらその番長がね2人出てきてねで右の番長は僕より1個前にショーをした人のそのショーの量のパワーを持ってるんですよで <laughs> <laughs> そのこれからする僕が 左から番長で出てくるんですけどその小対決でね水しぶきで前の人を上回ったらその水しぶきで相手の番長を右に吹き飛ばすっていうそういうゲームがありましてそのゲームが今俺。 参戦三勝です <laughs> どうにかねあのパチンコと半分ぐらいの確率に持っていきたいところではあるんですけどもええー、今朝はですね久しぶりに「ラビット!」の方に出させていただきましてですねいやあのー、あれでしたねあのー、芸人が多い回でした今日はねすごい芸人が多い回でえー、ビビる大木さんでしょでアインシュタインさん でインディアンスとコットンもいてであと伊達様と若槻千奈ちゃんあとアイドルの佐々木舞香さんがいらっしゃってっていう回やったんですけれどもあのー、まあまだ見られてない方はねなんかすごいこういろいろ詰まった回やったと思いますわなんかバカなことからなんかすごい感動的なことからみたいないろいろあったと思う回でもう今 TVer でねオープニングと2つとも多分 上がってるんでぜひ見ていただけたらと思うんですけれどもあのねコットンのね西村が馬場ヒデさんというねあのアーティストさんミュージシャンの方を、えー、今にも涙が出そうになるものというトークテーマで、えー、この方の曲が素晴らしくて涙がこぼれそうになりますみたいな紹介をしてたんですよ。ほんで 僕はあの馬場さんのその歌を存じてなくてであこういうそのスタートラインという歌を歌う方なんだと思いながら西村の説明を聞いていてそしたらあのなんと馬場さんが「今日来られています」って言って、えー、目の前で生演奏生歌披露やったんですよでね画面にあの歌詞が出ててで 昔のコットンの,なんかこの芸人始めてからのなんかいろいろ写真とかも出てくるんですけどもあのその何度でもチャンスは訪れるよみたいなすごくいい歌詞の部分でなんか意味深に僕がめちゃくちゃアップで抜かれるっていうところがあってね で僕は普通に、あ、いい歌やなと思って聞いてたのに、あの、僕らにも見えるようにね、モニターが置いてあるんで、あ、俺めっちゃ今抜かれてるって思ってね。で、歌詞と相まって、いや、ちょっとなんやねん、これ、この演出って思ってね。なんかこの、にやけそうになったんですけど、でもね、その、すごく、馬場さんのその歌がいい時に、俺がにやけるとかで、なんかちょっと感動がね、 知ったららやから俺は必死にこらえてたんですよ俺をむっちゃ抜くやんっていう気持ちを必死に忘れようとしたら俺の左側にねあの黄緑の衣装を着た若槻さんが座ってはるんですけど前のめりにね俺のことを覗きに来たんですよもうこれは絶対若槻さんの心境的には山添めっちゃ抜かれてるやんっていう覗き方でも僕はあの若槻さんの方を見ずにただただその。 視界のね左端っこから黄緑の物体が前のめりに大きく出てきたっていうのだけで絶対ちなっちゃん覗きに来てるってでそれを分かったら余計ちょっとこの笑けてくるんですけどそこを必死にこらえるみたいなでそれがねあのツイッター見てたら あの山添が今にも泣きそうな顔してるっていうつぶやきに変わってました <laughs> あ。じゃあでも邪魔はしてなかったやなと思ってね、ホッとはしてたんですけれども。あとはあのー、あれ、あれはおかしいやろあれ。あのー、今日もね、キーワードをね、あのー、お願いしますってね、頼まれたんですよ。で、スタッフさんが、 そのキーワードを書くためにフリップとあのペンをね持ってきてくださるんですよあで分かりましたーって言うんですけど <laughs> けどね <laughs> その向こうからそのの渡してきたのに急にねスタッフさんたちが、ね、ギュッとね <laughs> 集まってねなんかその1000超えるようなキーワードやったらうちらあのただじゃ済まぜえんからなみたいな <laughs> あの限界体制になってるんですよ。<laughs> <laughs> どういうことって思ってねなんかここはでももう毎回「ラビット!」出る時のせめぎ合いなんですけど CM 中に渡してこられてそこで書いたらその AP さんとかねあのスタッフさん達が一回俺のキーワードをねもうあの信用してないんで確認してきたりするんですよ今そのゾーンに突入してましてだから俺今ねそのまあいたちごっこなんですけど まだ思いついてへんみたいな顔で一切書かないんです <laughs> でね CM 開けてもう今カメラであのー、放送してるってなった瞬間から俺書き出すようにしてるんですけどで書き出したら書き出したらねチラってスタッフさんの方見たらスタッフさん同士でねもう書き出したよもう行けないみたいな見に行けないみたいななんかひ人ひそ言ってるんですよで <laughs> なんやねんこの状況って思いながらね書いてみたいな うその信用してくれてんのかしてくれてへんのか全く分からへんフリップの渡し方がねあるんですよいつも工房がね今回のこの放送はね是非 TVer でちょっと俺帰ったらチェックせんとって思ってるんですけどあのー、ビリビリストーリーゲームがありましてであのー、そのねビリビリストーリーゲームでね まあなんかこう番号書かれててで川島さんがあらかじめ最初にこの番号の椅子を今回ビリビリさせますとで決めてそこからあの椅子取りゲームみたいに椅子は引かないんですけども椅子取りゲームみたいにみんなじゅんぐり回ってでたまたまその番号になった人がまああの電流流れるっていうコーナーがあってで「てれてれてれれってこう音楽流るじゃないですかでみんなこの。 回ってねぐるぐるん <laughs> で音楽パンって止まった時ねもう目の前の椅子に座るんですよもうそれは運命やと思ってねただねカメラさんがやっぱその電流流れる人絶対抜きたいじゃないですかだから一斉に誰か方面にカメラが向くんすよ <laughs> そしたら伊達様が「ちょっと待ってください僕にカメラが集まりすぎてる怖い!」って言い出してで俺と。 2個右の俺とねちょっとこう交換してくれみたいなって席交換してもう最悪やん思ってね俺電気嫌やな思いながら座ったらその席の右隣の方が電流流れるっていうハプニングがありそれで1個俺の中では伊達様に1個も言ったら貸しがあるじゃないですか伊達様が席変わってほしいって言ったのを承諾したという貸しがなのにね俺がね その後ねたまたま座った椅子が電流流れたんですよ。でうわー言ってる時にこれまだ確認取りたいんですけどツイッターで伊達様が山添が電流流れてうわーってのた打ち回ってる時に両手を上げて喜んでたと飛び跳ねて喜んでいたと <laughs> いやそんなわけないとだってまず性格が優しいし伊達様もう一番優しいですよ出演者の中で。 心の優しいやつ。で、しかも、その、椅子取りビリビリゲームの時は、なんやったら、俺とね、あの、やりとりがあって、歌詞がある。そんな人が、ビリビリケツに電流流れて、のたうち回ってる時に、いやっしゃーって飛び跳ねへん。はずなんで。皆さん、もしよかったら、あのー、そのツイートが間違いなんで、TVer で僕が電流受けてるとこちょっとチェックしてください。 伊達様がねそんなわけないっていう誤報が今 SNS で流れる可能性があるんでそんなわけないんだと、うん、このねあのー、ニュースだけはあ世に流してはいけないんだっていうね誤報だっていうところだけはちゃんと伝えておこうということでございましたぜひ皆さん TVer の方で確認してみてくださいえー、それではあ違うそうまだお話しする時間あるみたいですわ このね、不思議なもんで、この番組、キョンのね、コットンキョンのこの絵が、まあ、ミクチャでご覧になっている方は見えると思いますけども、あコットンがあのゲストで来てくれた時に、キョン画伯が描いてくれた絵を、このスタジオに飾ってから、お導きが止まらないんですよ、うん。一度お導きしてからお導きしやすい番組になってるんですよ。<laughs> もうねあのお導きの弁がこうバカになってるんですよもうガバガバになって思ってるんですよ <laughs>、えー。ということで2ヶ月ぶりにね「ラビット!」生出演をしまして、えー、この復活をきっかけに、えー、何を勘違いしたかですねたくさんのこの番組のリスナーさんが2ヶ月前に山添が卒業したコーナー「バニー」にメールを送ってきてるんですよ <laughs> いやいやもうないからびっくりしてたよ高橋さん バニーのメールめっちゃ来てると今日。<laughs> なんでこんな来んねんって。今絆変換しかやってないのに、めちゃくちゃバニーのメール来てるんですよ今日みたいな。あの、あんなリスクあるコーナーもうせえへんから。<laughs> いや、そのね、その家信主さん的にはより一層今後のラビットを気をつけて、えー、やっていかなあかんでっていうこの心配のメールなんだろうけども、俺は、 もうあの、すべてのその言ったら、心配メールを超越した存在になったんで。<laughs> バニーはちゃんともう卒業できたから。<laughs> うん。大丈夫、心配ごムよ。だってもうバニーの後半、心配してないメールしか来てなかったやんか。あれ <laughs> 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 えということで、えー、ラビットだけの方をね、ぜひ応援の方をお願いいたします。それでは今週も始めていきましょう。 相席スタート山添館の桜橋 919! 改めましてこんばんは。相席スタートの山添館です。<う>えー、ヘッドホンの形してる首からかける扇風機。あれってどないですのあれ。あれ、どないですのあれ。いや、ちゃんと聞きたいねんなもうこの場を借りて。まあ、あのね、今、各地で35度を超える猛暑日。 えー、続々と出てるじゃないですか。この、昨日ですね、ちょうど、えー、毎週月曜のね、こう、レギュラーでやらせてもらってる番組、BS 吉本の競輪番組でね、チャリロと吉本という番組がありまして、それでゲストにネルソンズ来てくれて、で、青山がね、あのー、江ノ島でロケしてたと。 ほんでもうね、焼けてたんですよ、顔。で、それが、いや、お前絶対日焼け止めもう塗らなあかんで、って言ったんですけど、めっちゃ塗ったんですって。めっちゃ塗って、腕とかはマシやけど、もう顔に至っては何回塗ってももう汗で取れていくから、もう追いつかないんですって。で、もまだらに焼けてて、あ、そうなんや、言うててね。 でも、今僕、たまたま外ろけないような感じで来てるだけなんですよ。うん、日焼け止めはなんとか塗るようには、一応心がけてはいるぐらいの意識ではいるんですけれどもね。こんなもんもう、何ですか頭にカゴメ乗してるような髪型のやつなんてね。おでこ丸焦げくんなるじゃないですか。例えばこれ、ウーバーイーツの方々とかね。地獄じゃないですか、今。 どうしてはるんやろ今何が一番涼しいか一番知ってはるんじゃないですか仕事からね。だって熱中症対策とかも絶対万全にしてはるやろうし。水分補給と、あとは日焼け対策のプロはウーバーイーツの方々でしょう。大丈夫なんかこんな暑くてみんなどうしてんやろあ、日傘してる方もいるんですね。やっぱり100%社交の日傘。 もうこれはあれやね。男女限らず、これ日傘はもう男たちも常備しとかなあかんのかもしれんよね。一個も持ってへんもん日傘って。ヘッドボン扇風機、使ってる人いるスタジオに。あ、誰も使ってない。でもあれめっちゃ手頃なお値段であるんよね。なんか5、6000とかじゃなくてももう3000とか2000円台とかでもあるもんね、今。あれよ。あれが効くのかどうか。でも結構見かけるのよ。 ここ数年も、ずっと。うん。まだ革じゃん来てるよ <laughs> は <laughs> え衣装ってこと <laughs> そのえ、えっと、ジュニアさんのトーク YouTube でもスーツで行く大択っていうこと <laughs> どういうこと え、暑いやろ絶対。いや、暑いやん。いやいや、うんうんって、あの、首横振る理由分からへん。絶対暑いやん。暑くないわ <laughs> え、え、おテントさん切れてくんで。<laughs> こんなにジリジリやってんのに、こっち。何やとって。え、絶対暑い。なんでそれはここのスタジオ入ってから革ジャン着てんのやっとしたら衣装やん。その、 外の段階から革ジャン来てる。それだけ教えてよ。どっち来てから来てる。衣装やん <laughs> <laughs> そうか。元村くんが二人よって、俺が革ジャン元村くんって言ってるから、もう <laughs>、徹底してくれてんねや。<laughs> っていうことうん。<laughs> なるほどね。田中さんからディレクターのポジションが、 元村くんになった段階から、もう俺は革ジャンでディレクションやるんだと。かぁ、意識高いなぁ。ってことは、その革ジャン経費で落とせるってこと <laughs> 勝手なことすんなよ。あ <laughs> あー、なるほどね。うん。それぐらいの意識でやってくれてんねや。それは嬉しいけどもね。いやいや、話がずれてきてんねんか。この、 本村くんは、ま、スタジオに来てからやけど、まあ、外は暑いってわけやんか。その、体を冷やすグッズが今もいた、年々進化してきてるわけでね。その、手荷物タイプの扇風機、携帯扇風機。こちらはもう何年か前からもういてね。うん、片手でこう持って顔を冷やしてみたいなやつ。でも、ここ数年、そこから首からかけるタイプが現れましたよね。あの、両手が塞がらない。ね。 あれ、どないですのあれはもう、持っといた方がいいんですのってことなんですよ。その、飛行機に乗るときに使うネックピローの細いバージョンみたいなのを、あの、凍らせて巻くみたいな、首元。みたいなやつもあるじゃないですか。で、凍らせて切る直機とかも売ってるんですって、今。もう、そうでもせんと、外はもう、体がカッカしてまうから。これね、 冷やし産業、これ、まだまだ隙間があるよ。続々とこれから今、同時期に開発を進めてる連中が多分いんねん。参入するなら今よ。来年の夏に向けての冷やし参入。冷やしたタたコ冷やすもしかしたらこれ、鼻の下汗かいてタバコ吸ってる人いるかもしれんもんね。鼻の下、唇と鼻の、 間のあのスペース汗かきませんこのタバコなら。このキャッチコピーの冷やしタバコ冷やしメガネ。これどうだって耳周りが冷えたら絶対温度変わるで。メガネを寝る前に冷凍庫にぶち込む。で、朝起きる時につけてください。夏の冷やしメガネ。うーん 冷やし帽子。もうこれ、帽子なんかもう絶対冷やしてくるよ、今後。ニューエラ。<laughs> 冷やしニューエラは出るでしょうね。うん。扇風機付きの帽子。出てくるわ、絶対。ほんまや、ファンみたいなのが付いてて、頭がふーってこう涼しく感じるやつ。冷やしニューエラの時はあれなんでしょうね。シールが剥がれやすくなるっていうのだけ注意になるんでしょうね。<laughs> <laughs> あと靴、靴冷やす靴もありそうやな、うん気持ち良さそうやん、あのサンダル系とかやったら、うん。足が冷えるだけで絶対ね、体温下がるし。冷やしナイキ。<laughs> その、冷えてる状態はナイキのカラーが白やけど、<laughs> <laughs> 温度が上がるにつれて、なんか紺になっていくとかあんねん、絶対。冷やしナイキね。 あとはあのあ冷やしアディダスやったら下から棒がどんどん出てくるとかね <laughs> 棒3本やからもう全然冷えてへんわとかねあるでしょうねうーんいやどどんどん出てくるよちょっとこの言ったら大手たちが参入するときにもうコラボするためにも特許取っとかんとねうーん さあということでございまして生放送ということでリスナーの皆さんもメールでぜひ参加してください今夜のメールテーマは「どないですのん」うん話に聞くけど実際あれ「どないですのん」って思うことでございますこちらを送ってくださいスレッズって結局どないですのんあれあれどないですのんスレッズ俺どういう SNS か全く分かってないんですよあれはあのー、ツイッターインスタと同じ仲間で会ってます インスタの仲間ってことはツイッターと何が違うの <laughs> どういうことほぼ一緒。ほぼ一緒。でね、あれ、その、なんでこのいろんな SNS が出てきて、あの、みんな芸能人たちはそっちに手を出すんだろうっていう疑問があったんですよ。だって、 みんなもう少なからず1個か2個はやってるわけじゃないですか。なのに、そっちも始まったっつってやる。いや、ええやんもう今持ってるやつでって思ってたんです。若月さんもなんか噂によるとスレッズやってるんですって。んで、な、ちなっちゃんはほんとあの流行りになんかすごい敏感やなと思ってたんですよ。で、最近ね、その話を、 なんで何個も何個もその芸能人たちは流行りの SNS を追っかけるんですかねって高橋氏に聞いたら高橋氏がね安全なんですってその新しい SNS は変なやつが折れへんねんって言ったらもう何でもかんでもそのなんか文句いいのコメント言って書いてくるやつとかあれはもうでっかい SNS の中でのその規模がでっかくなったら やっぱ、アンチコメントするやつももう入ってきてくるわけで、アンチたちが届かない、ところ、やからこそ、芸能人たちは多分使ってるんじゃないですかねって聞いて、すごい、腑に落ちてね。うん。なるほど、安全を求めて、私これ始めましたって、その、言ったら芸能人の方が言ったら、本当に好きな人だけが絶対に来てくれて、他が全然まだ届かない。 言ったら本当秘密基地みたいなとこで使えるやっと本来のつぶやきができるそう聞いたらスレッズ今いいですよねやってみようかなだって俺今 Twitter ツ,ツイートってつぶやきって意味でしょ本来のつぶやきなんて全然してないよほんまにスレッズやってみようかな高橋さん一緒にやらへん なんか近くに一人おってほしいんですよスレッズの話できる人間が <laughs> そうやったら別になんかあれでしょあ結局外出たら暑いよーで「お」をちっちゃい文字でとかのだけの無意味なやつやっていいんでしょ <laughs> ほんまに好きな人だけがおるんやったら「<laughs> にょろにょろ」とかうん はあ疲れたとかもう書いていいんでしょええやツイッター、Twitter、なら今「しねーとかも書いていいのあいつあいつぶぶつかってきて一言も謝らねえ「しねーとかっていうつぶやきしていいんかスレッツならバレへんかでもスクショ取られるかでも安全度は今一番高いってことやもんね だるいわ、あいつとか。だって今、ツイッターとかインスタとかで、ちょっと文句書いたら、向こうにも。向こうの立場に立ったことありますかとかのやつが絶対おるやん。あの、正義振り回したいぜ。その、いいねもらいたいぜ。あの人たちはこう、あれな、その、見回ってんの全 SNS を。 <laughs> パトロールしてんの <laughs> うんだからスレッズやったらちょっとでもこのなん,なんか本来の自分の素の吐息を吐けるかもしれないですね、うん、スイッチを入れてないでスレッズがもう文句以外が1件でも来たらやめる 即やめ即やめ,即やめすれずやりましょうか <laughs> 一軒でもアンチ来たら即やめすれず、あもう今日やりましょう、うん、作りましょういいね ああ、でも、こんな流行ってる段階で俺参入するの初めてやから、なんかワクワクするな。受付メールアドレスは y Z o、e、ymazoiatomacobc1314.jp。えー、メールテーマ、どないですのんの宛先。山添 a t o m o b c 1 3 1 4 j p こちらでお願いいたします。リアクション、感想、メールもお待ちしております。メールを送ってくれた方の中から、抽選で10名の方に番組ステッカーを差し上げます。住所、氏名、電話番号をお忘れなく。ツイッターは、ハッシュタグ、山添桜橋919でたくさんつぶやいてください。 この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信。さらに、放送終了後から1週間、アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。この番組2年目も、えー、継続しております。相席スタート山添館の桜橋919、この後1時までの2時間、ぜひ最後までお付き合いください。ではここで一曲、ラッドウィンプスフューチャリングゾーンで、大断塩。 東京のミクチャスタジオから生放送中、相席スタート山添館の桜橋919。この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。皆さんメールありがとう。えー、ラジオネーム、うん、ごぶさたカレー。今日のラビット TVer で確認しました。ほん。残念ながらそこにはビリビリを受けて、仰向けで倒れている山添さんと、 えそれを両手を掲げて喜ぶ舘様の姿がありました山添さんがいない間に彼は「ラビット!」の第二の悪道となってしまったようですえ、なんでこれを折り曲げてある,の <laughs> なるほどあそのスクショが <laughs> むちゃくちゃ両手上げてるやん <laughs> こんな喜んでる舘様俺見たことないねんけど <laughs> 俺がまっすぐ 棒になって寝,た寝て倒れてんのにすごいわちなっちゃんと一緒に二人で両手上げて <laughs> 悔しいやっぱほんまやったんやなんでや糸 <laughs> 教えろださ様なあ菓子一個あるやろ俺に <laughs> 俺があそこでさ様と交換したいって言ったらよかったんや 広島県ラジオネームくじのくじら山添さんのためを思って愛を込めて書いたバニーのメールは全て無だってことですか <laughs> わりわかりきってたことなのに愚か者の自分が情けないです <laughs> <笑><笑>いやいやそれはね、えー、まあまあありがたいけどもねうん書いてくれるのはうんいやもう本当にあのー 心配ご無用ということよもうええ加減にしてほしい心配してるふりして大喜利だけ送ってこられんのはうんざりなんや <laughs> ほんまに褒めてるふりしていじってるのそういうニュアンスやうん。クソコーナーやったわ <laughs> ほんまによようあんな毎週毎週送ってきたな <laughs> ためにもならん 俺はあのー、コーナーをあのー、立ち上げて始まるってなった時に本当にためになるやつが欲しかった何してくれてんねん1年間 <laughs> 燃えとるやないかい <laughs> 食い止めんかいそれを食い止めるためのやつやったやろ <laughs> 聞いてへんがな効果がないやろ 後半なんかあのロケでも何でもない内容のシチュエーション送ってきたりなんか冷凍なんちゃらみたいなあったな架空の設定 <laughs> ほんまのやつが欲しいねほんまに <laughs> ええコーナーになると思ったのによ大阪府良介 山添さん、こんばんは。Uber Eats の配達員をやっているものです。おー、嬉しいね。配達員は暑さ対策どうしてると話していましたが、僕は予備で帽子を入れていますが、配達中、風で飛ばされそうになることが多いため、普段は外してます。お茶は水筒に入れて持って行ってます。あー、もうじゃあ、もうホ、ホロホロ茶ほぼ、そのまんまやね。お茶だけや。 耐えれんねや。ああ、酷使してるな、肉体を。すごいね。あでももう、限界も来るんじゃない、なって。これからまだもう一段階集まるでしょう。ねえ。そうか、でも、あの首にかける扇風機しても効果ないもんね、ウーバーイーツの方は。だからそれこそ冷凍系よ。冷凍直キとか。 なんか冷凍首元なんかくるくるするやつとかあれとかは先頭でもまだ何もなしでやってんねやそりゃ大変やなそうか前目前目でね対策しといてよ本当にまだ大丈夫と思ってるけど意外とコテンってなんか気ぃついたら脱水症状とかなるかもしれんしね神奈川県麻雀馬 僕は Uber Eats の配達員をしてますが、基本的に昼間は UV カットの薄手の長袖シャツ、えー、通気性のいい長袖シャツを着ています。あ、そうかそうか。日焼けもしながら通気性も求めるため、服選びは気をつけてます。えらい、マーサンマー。おい、り介、お前しっかりせよ、お前。<laughs> マーサンマー、しっかりやってんぞ。危ない。危ない、お前。水筒にお茶だけ入れて、お前。部活やないかい。部活レベルじゃ無理やって、その対策。 その長袖シャツ、ほら、通気性のいい長袖シャツ。で、UV カットの機能がついてるシャツがあんねんて、今。それせえて。日焼け対策もしながら通気性も求められるんやって。服選び変えれるぞ。お茶はステーで。他プラスや。ほんまに。根性で何とかしようとすんな。<laughs> <laughs> 根性論ではうまくいかんもうあるで。 自然は怖いよ。ほんまに。甘く見たら。うーん。よかった。二通目も読んで。<laughs> 下手したら他にウーバーイーツやってるいたらリスナーが、あ、なるほど。りょうすけもお茶でやってるし、まだ俺もお茶でいとうってなってた可能性があるやん。うん <laughs>。これはもう情報交換しとかんと。冷やしチャリね。チャリを冷やす時代か。 つの人だけに特化しすぎてない。<laughs> <laughs> うん。サドルのみやろ効果あんのサドルとハンドル漕ぐたびにあこぐたびにでも風系はもうすでに勝手に発生するからねこぐたびにサドルとハンドルが冷たなるみたいなことかこ、うん、いだらこいだだけだからその 傘みたいなのがね開いて影作ってくれるとかね <laughs>、うん、やっぱあの直射日光も結構体力そいでくると思うからあの辺も敵よね、うん、対策戦とないやーよかったわウーバーイーツの架け橋になってるわ <laughs> えー、ラジオネーム龍の申し子 首からかける扇風機について調べていると、さらに進化したものを見つけました。ほう。それは、首からかけるエアコンというものです。エアコン売り文句は、最低16度のクーラー風、えー、吹き出す冷風、えー、周囲、周囲温度マイナス10度の首を包み込む、えー、大面積冷却面。そして二つ目、夏は冷房、冬は暖房、 自動温度管理システムと専用アプリで心地よい温度をスマートにキープ。えそして三つ目あります。人間工学に基づいたずれにくく疲れにくい設計。超長持ちバッテリーで最大8時間稼働。すごお値段は27,500円で売っているそうです。ギャンブラー山添さん、これは試す価値あるのではないでしょうかすごい時代に突入してる !275。2, 7, 5 はぁ2万7500円かまあ賞味な話タバコひとつき我慢すりゃねそれだけで1日1箱やとしても今だから1万5000円使ってんや2万7500円えーボートレース12レース目なんかはもうこれぐらいかけるときあるもんな <laughs> うん、勝負する時行く時あるよそれ一回我慢して負けたと思ってこっちにベッドするありやねすごいやんこれ冷暖房でこれも首からかけんねんもんなはあだから寒暖差がきついような場所やったらすごくいいですよねあの京都は盆地やから そそれこそいいかも夏はムシムシするし冬は底冷え京都にぴったりかもしれない最新の首からかける、えー、冷房器具エアコンが来てますね、えー、宮城県チャオズ。スレッズ流行の第一波から波に乗っている我らがお導きコットンキョンさんですがさすがに暑いねいや 暑さやばいね、ということばかり投稿してるので、<laughs> 山添さんでも簡単に波になれる気がします。<laughs> 波に乗れる気か。<laughs> ええやん、安全やーあいつ腹立つわーが欠ける場所じゃん。たださっき、このクチャのコメントを見てると、<laughs> インスタと連動させんとあかんのですって。でそうなったら、安全。 平和な日々も言ったらもうつかの間よこんなもんインスタからすぐ流れるようになってるししかもインスタのなんか投稿がなんか消えるみたいなコメントもあったっすよね、うん、そうレッズを投稿するすとインスタが消えるみたいなコメントもあったからインスタ消滅させんとってほしいみたいなコメントもありましたよ ややこしいな俺だからインスタももうそのツイッターもほぼまあ告知とちょろっとなんかね書きたいことをなんかもうほぼツイッターでま,まかなってるんですよ。で、ちょっとだけプライベートなことをインスタでなんか写真あげたりそれをストーリーだけもうストーリーしかあげてないほぼ9割8分本当のつぶやき。 が、スレッズでいけるのであれば、スレッズでいきたいけど、え、インスタからは連動を外せるけど、スレッズからはどうしてもインスタ特定できちゃうし、名前もインスタから引っ張ってきちゃう。なるほどね。で、スレッズアカウントを消すとインスタアカウントも消える。なるほどなぁ、ややこしいな俺もその、暑さやばいねって言いたいって。俺も言える s n s やりたい。 だって今もご存みんなご存じ SNS で「暑さやばいね」ってキョンみたいにつぶやいたら「うるせえ」って書いてくるやついるやんうっとうしいよでそれ見てさなんでこんなやついんねんどっか行けやってつぶやきたい気持ちをこっちはグってこらえなあかんでもスレッズやったらさ ツイッターでそれで言われたことをさっきツイッターに文句言ってきたやつどっか行けってスレッズにかけんねやろびっくりマーク4つとかでくそ、スレッズせっかく俺たちの平和な村かと思ったらそんなわけでもないんかいなややこしいちょっとなんか安全なあのー、場所俺たちの 新しい地図が見つかったらさその皆さん随時情報くださいよ一番最初にその情報をもらったらすぐ参入するから絶対席スタート山添の桜橋、ね、あのタバコ吸うてきていいですかああもう時間ですかタバコ吸うていいって言われたら俺もっといい顔で笑うけどな相席スタート山添んの桜橋919 タバコ吸ってきていいですかこの時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています <laughs> いいなあきょん <laughs> いいなあ俺も,もうだから一瞬遅かったんですよねだからここ何週間ぐらいは本当の意味の SNS をだからきょんもちなっちゃんもできてんねや本当の意味での SNS を数週間だけでもいいからできんのは羨ましいわちょっと遅れたか 暑さやばいねい <laughs> いて「おもんな」とか書いてくるやつに <laughs> ツイッターやったらやばくないです <laughs> <laughs> こっちは北海道に住んでるので全然涼しいですよこの系統も鬱陶しいねもうこっちのルールでやってるからもうそれが SNS やんもうだからもう 新たな視点でこう言ってこんとってくれその意見ちょっと間違ってますよ感出さんとってくれそこまでの暑さですか昨日の方が暑かったですよええー、ね昨日家おったんやこっちはじゃあ芸がないのに芸人ですかうるさいねもうどっか行けよお前 <laughs> <laughs> そういうやつのとこ行ったら全部あのみんなが変身できへんような機能になってんねあれ だから、今までに何回もも,も,もめてきてるやつやねんもうもうさあ,あの返信できひん設定にやつしてるやつは自動的にもう関わり持てへんようにブロックできる機能ないんかあれあれ大体もう合わへんねん人間性がほんまに平和な SNS 求めてます安全の SNS りょうすけ。さっきのウーバーの子、根性論でウーバーやってるりょうすけからもう一つ来ました。かしこまりました気をつけます情報ありがとうございましたおいお前最後まで聞けなあ求めてましたじゃないね。たまたまたどり着いたんか <laughs> ウーバーのなんか <laughs>、この夏超えれるような <laughs> ラジオないかなーで <laughs>、なんかメール送ってみよう。やった食いついてくれた他にウーバーやってる人いたへー UV カットの長袖シャツですかありがとうございましたじゃないね。<laughs> 水筒抱えて <laughs>。イヤホン外すな。あと1時まで、もう1時間ちょいや。もうちょいおれよ、りょうすけ。くそ、マーサンマーのメール読まへんかったら、りょうすけ最後まで引っ張れたのか。夏乗り切れよ。長袖やぞ。半袖の方が、肌が、 露出してるから涼しいじゃないぞ、今の時代は。UV カット、通気性の長袖があんねんて。えー、トリケラトプス。新しい SNS が安全で何でも発信できる場所なのであれば、えー、スレッズでの山添さんの初投稿は、えー、ウォータースライダーなんて一生乗らないもんね死ね死ね死ねーにしてほしいです。<laughs> まあだからスレッズやったら投稿できるよなうんほんとただこれがツイッターやったら怒る人いるでそれが表に出る人間の言葉遣いですか <laughs> 二度とあなた見たくないえーフォロー外しますえー今まで楽しかったですありがとうございました <laughs> チャット地で真夜中遊園地す番組ではラジオを聞いてくれているあなたからのメールを募集しています受付メールアドレスは全てアルファベットで山添アットマーク OBC1314.jp atmarkobc1314.jp ですこの番組のメールサーバーは非常に脆弱なため無理なメール投稿はせず一人一人が気を使って地方に見合った数で楽しいラジオをお届けしてくれると幸いですさもないとまたあの日は訪れますよ相席スタート山添館の桜橋919おはようございますこの時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています いや、ピーンからさチュキューのさ音変なもんあったやんミスてたやんな <laughs> <laughs> よっしゃよっしよしよしよかったなんか俺みたいな感じ一瞬出てたからミクチャのあのコメント欄がんって、うん、まだこいつがなんかやったんかみたいな雰囲気出てたからあえっとディレクションのミスああディレクションがて手上げてます私が間違えましたとまあまあ誰にでもあるよ、うん 電線するわなって来てるわ <laughs> えー、今日は革ジャン募集です <laughs> おめでとうございます <laughs> えっとこちらはテーマメールでございますどないですのんのテーマメールですね東京都ミートカーソルは広めえー、リニアモーターカーってどないですのン <laughs> 僕らが生きてる間に利用できそうなんですかね <laughs> ほんまやなあいつできんのあれ あれ300キロ出るんでしたっけえ、新幹線が新幹線が300キロ。リニアモーターカーはどれぐらい出るって言われてんねあれ。その、東京大阪間がどれぐらいになったりすんねやろ。大阪まで1時間、半分以上短縮されんねや。まあでも、あ、500キロ出るんや。へえ。そりゃもうビューンよっていうコメントはええわ。 いやそれぐらい俺も想像できるからビューンやろうけどもとは思ってね <laughs> なるほどねそりゃだいぶ短縮になるわなもっと行き来楽なんねやじゃあ今それこそ静岡行ってるぐらいの距離感で大阪行けんねやかーすごい時代になるなでもその時にはもう俺ら移動あんまりせえへんぐらいの年になってんのかなねえ せっかく便利になやったら配用してほしいな乗ってみたいし。えー、量産型小早川。ツイッターの DM に送ってくるセクシーなお姉さんで本当にエッチなものを提供してくれる割合ってどないんですの <laughs> 実際に報道されてたりするから本物もいるはずなんですよ。<laughs> あ、なるほどね。あるよな。でも今、あれ、なんか、 俺だからさこの番組のちょこちょこ言うてますけどなんかマルチの勧誘とかをなんか独自にあのお前らそれやめろよみたいなマルチ商法やろみたいなをあのを撲滅させている y o u t u b e r k e n さんっていう人の YouTube ねよう見てるんですけど多分ね k e n z さんもともとそういう人たちとも接点あってなんかねそれも。 詳しいんよ。辞めさせたりも多分出来はるぐらい詳しい人なんですよ。その人がちょっと言ってたんが、これも、なんかそう言いつつ、も桜がもう山ほどおって、ほぼ桜なんちゃう。それに引っかかった人を、なんかしらに、なんかまた勧誘すんのよ、結局。お金引っ張んねだから、本物なんて多分今人にもおれへんで。おそらくね。賢三さんのね、あれは。 ワクワクすんでマルチとかを勧誘するやつ撲滅 YouTube 茨城県最初はグーテンモルゲンザ細かすぎて伝わらないモノマネの落下ってどないですのん <laughs> えあの床の下は一体どうなってますのん <laughs> あれああ俺も一回も出たことないから多分出たことないはず出たことないようん 見てただけのはずあれでしょあのなんかでもあれの落下のやつとか似たような俺見たことあんねんな,なんか四角いなんかスポンジみたいなのがいっぱい敷き詰められててねで落ちてふかふかってなる感じやったと思うなそうじゃないそうじゃないの大体 <laughs> 落下系ってそうじゃない そうじゃなないんかな高いとこにステージがあるいやあそうそうそうよねたいちょっと高くなってそうよねあれ <laughs> で下がだからだから地上から掘ってじゃなくて上に作って箱型でクッションを敷き詰めてるっていうイメージちゃうかなうん完全に予想 うういう動線になってるか落ちた <laughs> なるほどねモグラみたいな動線があるかもしれんってこと確かにな箱型になってたら扉一個あんのかなそしたら細かいクッションがポロポロポロ,ポロってなるもんねかといってバコーンって落ちてガッハッハッハーってしてる最中に 本人がよじ登ってきたらやっぱ1個冷めるもんなそうよねだからやっぱクッションボロボロ出口があるんちゃううん確かになよじ登ってのは見てられへんもんな袖みたいなんがあるとしてまだいんのにあ収録終わるまで出られへんっていうパターンもあるかどん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 人落ちてきて あと何やったっけあと,と34組はいたはずですあそこ危ないぞうわっ <laughs> <laughs> バコンうわっ <laughs> のパターンもあるかでもあれおかわりもありますよねおかわりもあるやん確かにおかわりの場合の人だけ出れんのかなクッション減らしたらあかんから外の空気吸えるんですよね何々さんいいなって言って <laughs>、うん なんか、あの、水だけはあの、ちょっと追加で3本ぐらい持ってくるわみたいな「ありがとうございます!」バコンもうすぐ折ってきたもうすぐ折ってくるからグランジュの第3がグランジュの第3がボートレース場にいるおじさんのものまねで,でもうすぐ落ちてくるから <laughs> <laughs> その人たちがいるまでは喉カラカラだけど我慢しろつって「おい寝るな! <laughs>」<laughs> ユンボだ、<laughs> ユンボダンプさんだぁか <laughs> れるな <laughs> おい起きろ大丈夫か <laughs> ユンボさん、ユンボさん、ちょっと横にずれてください<笑><笑>一着先生が下敷きです <laughs> 一着先生、<laughs> グランジロダイさんとこの後ボートレース場にいるお客さんのモノマネで <laughs> もう一回出なきゃいけないんです <laughs> 大変な場所やこ校大丈夫まだまだみんな絶命してないすごい場所やな想像したら <laughs> あユンボダンプさんはだからもちろんやったら前半の方がいいですよね後半のユンボダンプさんは ユンボダンプさんのスペースだけは確保しとかないとお前偉い目に遭うぞみたいな前回会った時より一回りでかくなったんですよねマジかよい,いやいやオープニングでねあの今朝「ラビット!」出たって話したじゃないですか今日ねあのマネージャーの中野ちゃんも あの現場に来てくれってね今日ねラジオも来てくれてるんですけどもねもう本当に真面目ないいやつなんですよ本当にやっぱり女性ならではの気遣い心配りの細やかさと持ち前の真面目さでねあのー、マネージメントをやってくれてるんですけどもね <laughs> 今日久しぶりの「ラビット!」ってこともあってね万が一なんかこれ 記者さんがね突撃とかしてくるかもしれないって中野ちゃん思ったんですってそれで俺がね TBS に着いたらその僕が到着の数分前から TBS の,の俺が着く玄関のところでね待っててでその万が一に備えてすぐ「こちらですこちらです」って言って 案内しててくくれれるようにスタンバってくれたんですねそんなことも知らずに僕は普通に「あおはよう」って言って一緒に入ったんですけど実はそうやったと。でもうもしかしたら記者さんが来るかもしれんからっていう気持ちで万全を期して待っていたらなんか気持ちも TBS の入り口付近にいる人を全員が記者に見えてきてなんかそわそわしだしたんですね。 あの人は記者なんかもしれんとかあの人なんか言ってくるかもしれんっていうねもうさっき自分で言ってたんですけど大体漫画で人を見るときにキッっていうのが書いてあるじゃないですかもう口で言ってたんですってキッ,キッって <laughs> 真面目なやつでしょ <laughs> でね一人男性がね中年の 帽子をかぶってね、見慣れない、この辺では見慣れない服装でね、怪しい人がおったんですって。警備員さんに、入り口ってここですかとか、どこですかとか聞いてるって。だから、そんなわけないと。こんな早い時間に、入り口を知りたがる中年の男性、やばい、この人だと。キッっ,ってやってたんですって。<laughs> で、もそっからね、俺が来たから、俺と一緒にすぐ TBS 入って、大丈夫だったと思ってね。で、そのまま、あの、楽屋で、俺が出演してるラビットをそのまま見てたんですって。そしたら、さっきむちゃくちゃ怪しんでた人が、アインシュタインの可愛いゆずるさんが紹介してた居酒屋の店長さんやったんですって。<laughs> ああ出演者さんだったみたいなすごく睨んじゃったんですすみませんとか言って <laughs> いやーそれもね、あのー、もし TVer で見たらね笑けれますよもうあの登場のまんまで TBS 入りされてたんですってもうそれがね非常に怪しく中野ちゃんは見えたらしいですわ本当にてけてけの店長さん失礼な話んしてすみませんでしたいやーあのー ちょっとさっきね、あのー、体を冷やす話だ、ウバイツのでね、もうすぐこう、あのー、もっともう一段階熱くなるから、えぇ、ー、涼介が気ぃつけなさた方がええとかね、まー、あ、さんもありがとうみたいな話してましたけど、ちょっとじゃあトークで冷やしてもいいですか。俺ね、お化け見たかもしれません。というのもね、 先日あの同期の影山増田が泊まりに来たんですようち <laughs> なんか38の家に38の男が泊まりに来るってちょっとね変な話ではあるんですけれどもなんかまあ終電ないからっつって泊まりに来てで家のもう入ろうかって時に増田がねあ「あお茶ちょっと買っていい」つって言うからね あじゃあコンビニ追って帰ろうかみたいなこと言ってコンビニ向かって2人で歩いたら1 0ー,ーぐらい前にね我々が歩いてる前に <laughs> あのザ・幽霊が着てる白いワンピースみたいなのを着てる人がいる、ね、で僕らと同じ方向 歩いててそれがねふわふわした歩き方してるんですよで「えっ!」てなって俺で明らかにこっちの方が歩みが速くてこのままじゃ追いついてまうでわざと追いつかれたいぐらいのスピードなんですよ一人女性がで俺もう「おばけ!」って本能的に思ってねで歩みを遅くしたんですよ 追いいつきたくないからそしたら全く同じ感覚やったんでしょうね増田も同じスピードになったんですよえってなってで俺サンダル履いててその歩みを遅くした音が多分向こうにも伝わってたと思うんですよサンダルってやっぱザッザッザッてするじゃないですかだからそれがザザッ ザ,ザに多分なったから向こうになんか感づかれた感じもしてでちょっとね向こうはさらに歩みを遅くしてる感じがあって距離が縮まるんですよで怖っこの人なんやねんって思って距離が近なったから見たら髪型は黒髪なんですけどで長いんですけどポニーテールなんですよ で俺がそれ気づいておーって思ったタイミングで増田の口から「ポニーテールか」って声聞こえたんですよもう全く同じ考えなんですよ多分「ポニーテールのお化けおるかな」っていう頭なんですよ2人ともであ俺も同じこと考えてたって思いながら「えでもどっちや?」と思ってよう見たら裸足ではないんですよ便所サンダル履いてる これまだグレーですよねでね俺どっちやこれと思ってでもこれ白いワンピースやからなーって思ってたらまた増田の口から「タオルジか」って <laughs> ワンピースタオルジやったんですよタオルジの幽霊おらんよなーとか思ったらその直後にその 女性振り返っておばけじゃないよー <laughs> って言ったんですよこれめっちゃ怖くないこれさおばけじゃないよやからあおばけじゃないよおばちゃんやったんやあおばちゃんかどうかわからんお姉さんの可能性もあるけどおばちゃんやったんやーで済む話かと思うけどこっちの思考全部わかってるってまだおばけの可能性あんねんでこのね お化けじゃないよーの言い方がおばけ側が「嘘つけ!」って言ってもらうためのボケの可能性あるじゃないですかだからこれ結果どっちか分からへんねんこれほんまミルクボーイさんに漫才にしてほしいわほな違うかーって内海さん内海さんに言ってほしい ほなお, <laughs> お化けやないかいって <laughs> これやってほしい結果わからへんかってんなあっああとかって言ってねそのままの距離のまま俺らはファミマ入ってねその方はね奥行ったんですよ怖かったあれどっちやったんやろで怖い思いをしたで言いますとねお化けだけじゃないんですよ 今まあ言ったら僕命狙われてるじゃないですか一座に、ね、<laughs> 一座という組織に命を狙われていましてねそれがね一座以外にもちょっと最近目をつけられている軍団がいますこれもまた複数あのねこの番組でねまああのつい先日ですよ えー、桜坂46さんの新曲「一瞬の馬を」をこの番組で、まあ、おそらく世界初初めて流しその馬が生まれる瞬間誕生の瞬間をみんなと一緒に、あのー、同じ時間をお迎えおめでとうと一緒に祝福した会があったじゃないですかそしたらね桜坂の竹本結衣ちゃんがね 本人がメールをこの番組に送ってきてくれて、ソニーさん経由で。<laughs> いやー、一緒に誕生を迎えてくれたんやね。嬉しいね。みたいな話をしてましたよ。そしたらね。えー、僕の可愛がってる後輩に、カラたちという漫才師がいましてね。そのカラたちの前田というやつ。まあ本当に心優しいやつなんですよ。一緒に飯も何回も行ったことありますし、お風呂もね。 サウナとかも行ってみたいなあのー、僕みたいなその意地悪な性格のやつは「最近なんか、あのー、嫌いな先輩いる?」とかね「<laughs> なんかこいつうっとしかったな」みたいな先輩言っていたりしたとかって言ってねそんなトークテーマを投げかけたりするんですよ後輩とかにね前田からは一人も聞いたことないですしまあ優しいやつばっかりなんですけどそもそも前だからはそんなその愚痴すらも悪口も聞いたことない ただただ自分の好きなものそして前田の場合はアイドルがすごく好きでオタクと、えー、言われる人なので、えー、オタクはすごく楽しいですよ毎日推しがいるというのは本当幸せですよっていう話を本当あのま、ー、っすぐ伝えてくれるんですよこいつは本当心優しい心の綺麗ないやつやなと思って仲いいんですけどそうしていたらそのねからたち前田の推し面が そう桜坂46の竹本結衣さんなんですよ。からたちが TBS ラジオのポッドキャストで「最果ての先生」というラジオ番組をやっているらしくそこの番組でなんかねそれのリスナーさんがなんか僕の名前か僕宛かなんかをつけてツイッターでねその。 聞いたよみたいなのをねこうつぶやいて貼ってで俺がそこにたどり着いてあっカラタチ TBS ラジオやってんねやって思ってねであなんか俺やってみたいになってるからなんかあのー俺の話でもしてんのかなと思って前田とねカラタチのラジオやってるんやからまあ聞こうと思って聞いてたらねこの番組で竹本結衣さんからメールがキーみたいな。 全部前田にバレてるんですさすがの情報もそして桜坂を味方につけ取り込みゆくゆくは添えもとをやっていくんだこのラジオ番組もでかくするんだみたいな目論みまで全部前田は把握しているとそのラジオ内で言ってるんですよ、ね、その締めくくりが前田本人の言葉ですよ 山添さんもし竹本さんに手を出すようなことがあったら僕の全ての力を使ってあなたのライフラインを止めますよ <laughs> <laughs> 怖すぎるって <laughs> ちょっと待てよと思ってね何やこれと思って俺はまあ冗談交じりの感じでねそのラジオを引用リツイートで <laughs>。 俺の可愛がっている心優しき後輩が表ょ変していますって言って、あのー、投稿したんですよそしたら前田も投稿しててなんかあのオタクの切れ、あのー、た時は本当に恐ろしいんで気ぃ付けてくださいねみたいなのが返ってきてでまあこれは冗談で終わってるわって思ったら前田に賛同したオタクファミリーの皆さんが前田さん いいいざという時は僕の命も預かってください一緒に行きましょうみたいなのがズワッ詰まってもうもう超超一大勢力となってバディーズたちを前田が背負って俺の番組を多分今ね鋭い目つきで今監視してるんですよ恐ろしいこれでねうんとそんな あの言ったらなんていうんですかその竹本さんを使ってこの番組をでかくしてやるんだとかみたいなことを言った日にはねこれはもう前田率いる竹本さんファンバディーズの皆さんがカンカンになる可能性があるんやけどもそんなことはないんだと。と、う、は、ん、これ改めて言っとかんとね竹本さんと櫻坂の素晴らしさを伝えたい ただの番組なんだっていうことをこう言っとかんとと思うんですがこれが厄介なことにねこれまだ情報出てないんですけどこの間あのテレ朝の番組「スーパー山添え大作戦」を取ってきましてそこになんと竹本さんが来てくれたんですよ一人ででこれもまたねちょっとね 見られたら前田にね闇打ちされそうな気がしててね朝しい前田に <laughs> 夜中サクー首元いかれそうな気がするんですよ <laughs> あのー、俺はもう前田のことやからこのラジオね多分ねおそらく聞いてると思うのよもしくは 近日すすぐ耳に入るはずだと思うんですよ竹本さんというワードを文字であれば一瞬やし言葉であっても電波に乗った段階で前田の耳には絶対に入るのよだからこそ聞きたいんやけど前田あの手を下すっていうその手を下すレベルってどの程度なんかな聞いといてもいい <laughs> やばあのみくちゃんのコメント欄に「多分今家ないぞ」ってコメント来てる <laughs> まあライフラインをとりあえず止めるっていうあの音声だけは俺は聞いたんですよ頼むから前だあの水道だけは最後にしてくれ <laughs> あの冷たいシャワーとかは俺は我慢できるそんな時期あの何年もあったからうん ただ水飲めへんのつらいから水道だけは最後にしてくれ頼むわ暗い中でもええから別に電気は最初で、うん、電気ガス水道の順番で頼むわうん共演は許されないそこなんですよ共演は許してくれんのかただそのたまたま違う番組で共演したっていうのとその自分の番組一人だけ読んで二人で何か企画をやったこれも何か <laughs> 前田の気に障る可能性がありますよね、うん、今だからその怒りレベルがどれぐらいなのかあのー、これぐらいのことをしたらこれぐらいのことをするよっていうのがもしなんか、あのー、明確にあるのであればあのこの番組にファックスしてください <laughs> ほんまに怖いからこれもお導きなんでしょうか 恐ろしいですよね本当に、えー。ということでね、本当にあのどっかのタイミングで福井さん、安田さんも読んで、一回一座の話を片付けてね、もう丸1年になりますから、もう一個一個、あの解決していきましょう、もう揉め事が多すぎるって、揉め事とハプニングが。<laughs> <laughs> ほんまに解決していきましょう。 でその後に竹本さんも呼ぼうんで大丈夫な <laughs>、うん、前田を先呼ぶべきうんで大丈夫、うん、でも前田呼んだらさスタジオパンパンになるぐらいさ <laughs> 3 4 0人連れてくる可能性あるやん <laughs> 僕らもいますみたいな <laughs> あいつがなんか発するたびに僕らが動くんで前田さんは手を下すまでもないですみたいなこと言うやつがおるかもわからへんやん 怖いやんうん、でまずこれを約束したいのはその竹本さん桜坂さんを悪くはせんこれはもちろんねうんそれはもうお約束、うん、一座と竹本さん同時呼び <laughs> でもぐっちゃぐちゃにさすで前田も呼ぶほん <laughs> で一番危ない安田さんと前田を揉めさせて <laughs> で全員そこで息絶えていただく <laughs> でまた新たな虫だけが誕生するっていう回で <laughs> 一瞬の虫の回にするかうんなんかちょっと策は考えとかんとなみんな手だれやろうからな、えー、ということでこちらのコーナーに参りましょう絆変換 えー、借金があります借金のことを絆と変換する私山添のようにあらゆる言葉を絆変換していくコーナーですさあということで今宵も絆変換送ってきていただいておりますよまずはこちらガイルガーゴイル返済日ギリギリに借金を返すやつの絆変換ブザービーターかっこいいかっこいいなうーんな時ね で、あの、なに審判が、あの、上から下に、さあって手を下げて、インのサインして、観客が、ふわあって。間に合ったっやつね。いいね。返済間に合った。ブザービーター。ブザービーターでありたいね。貸主をホッとさせたい。茨城県、常売店。前田前田の絆変換。ザ・セカンド出場資格あり。<laughs> 前田前田って言った時点で当時のイメージしか浮かばんかったもん出場資格あるんや先輩なんや前田前田さん <laughs> 前田前田さんなんやでも今芸人やってないんですもんねねえそうよねお兄ちゃんの俳優さんみたいなイメージあったのあお二人で今俳優やってんのよはあそうなんや <laughs> セ,セカンド出れんねや

あ打ち上げ花火がツイッターやったら打ち上げ花火にもアンチコメント多分今来るんでしょうねうる,うるさいって,なん,て <laughs> なんとかしてください絶対来るなんであんなに遅い時間なんですかありそうやなあり困ってる花火関係者の人いそうやな でもなんとかあのうまいことその何て言うんでしょうね合間を縫ってそういう戦いももしかしたらあるかもしれないですけどあの打ち上げ花火続けてほしいですね僕はファンですからうーんいやーそうかもしあれやったらあの打ち上げ花火さんあのスレッズやるとき声かけてください一緒にやりましょう大阪市、 えー、そんな言い訳せんでもいい「気楽に休める世界であってくれよ」の絆変換○○〇〇さんは少し早めの夏休みで今週はお休みです <laughs> <laughs> うっとうしいわほんまやなうん気楽に休める世界であってくれよ気使うよなこんなこと言われたらうん 夏休みでえ,えやんねこれでも聞くもんなこの言い回しわかるわ3体がノンスタイル井上さんの絆変換うん逃走中の序盤に捕まって牢屋で次は誰が捕まったか報告する係の人 <laughs> これあるあるなんやあ逃走中出たことないな1回 一回仮押さえがありましたねで逃げられましたわなんで俺追っかけるかわいね <laughs> でもあれもなんか炎上しやすいって聞くであれめっちゃ俺自首するどああええ基本あれって逃げ切って逃げる時間が長ければ長いほど獲得賞金が長いんでしょ で、自首したら、その時点での獲得できる金額なんか。ああ。いやでも、久保田さん炎上したんやろ。あれ。なんでそういうルールやのに。でもそういう人がいるからこそ、より今後の逃走中が、自首する可能性もあるから、ハンター頑張れとかっていう盛り上がりを見せるやん。炎上したらみんな、 もう自首はできひんってなったらおもんななくなんでシステム上だから炎上しても1分50秒で自首するわ <laughs> 逃走中のことを思って <laughs> でなんかハンター疲れさせてすぐ自首しようハンター見えるとこ行って結構走らせて ヘトヘトの段階ですぐ受賞へえー「偏東パンダヤバい力士の絆変換<え>土俵に覚醒剤を巻いている <laughs> こ,こいつなんやこれ <laughs> おいこいつなんやねん <laughs> 絆変換でもないしようおいどんな想像してんねんこいつヤバいで片づかへんやろこれ」 なんで負ける場所があんねんね負けるようにそこに持ってこれてん何部屋やねん <laughs> <laughs> でなんかそのあんま脳みそ使ってないですしね <laughs> 塩っぽい覚醒い剤任、ま、せたらヤバい力士っぽいヤバい力士の絆変換よし送れっていうもうちょい脳みそ使ってくれよせっかくやったら <laughs> 腹立つなあ返答だこれ眠ってる獅子呼んでもないのに勝手に会話に参加してきて、えー、話の腰を追ってまで途中で会話から抜けることを宣言して去っていくやつの絆変換鎌田夏希 <laughs> かまっちゃんや、えー、これで最後です、うん、お風呂入るんで。うん かまっちゃんやあと「<laughs> あのほんまに俺やで」って言ってくるやつもね <laughs> もしもし「あの何々やけどもうかまっちゃんやね」<laughs> 言ったらね「鎌 <laughs>、えー、田夏月です本人です本当です」<laughs> って言ってくるからねこれも鎌田夏月や <laughs> 話の腰を追ってまで途中で会話から抜けるやつ <laughs> うーん 来ましたガイルガーゴイル私立低俗表現学園史上最も不潔なやつの絆変換前歯にニキビができた <laughs> うわうわんで来た <laughs> ね<ー> <laughs> なんで汚ないって思うんや来たねうわ 最低で最高でしょう私立定族表現学園ちょっともう一つあります定族もう気持ち悪いもう胸いっぱいってとこまで一回持ってってみたい <laughs> 毎回ねこのね帝族表現学園来たらあの高橋氏が次は交渉具現学園って言ってこの胸焼けを解消させるような打順を組んでくるんですよ3体が私立定族表現学園卒の 小説家が出版し映画化もした恋愛小説のタイトルの絆変換野球部の帽子に染みついた汗のような濃ゆいキスをした夏 <laughs> 気持ち悪いあ気持ち悪いもうあの染みあのるやななんか鈍い黄色みたいなあれ気持ち悪い気持ち悪い もう一個いけるもう一個我慢できるみんなもうじゃあちょっと行ってこうか交渉具験学園ありますもうちょっとっ気持ち悪いなやっぱりニキビと汗でえー、ムジュラの仮面」私立交渉学園の校則で禁じられているアルバイトがバレた時の絆変換ご立派ですこと <laughs> 金のある注意の仕方あーやっぱな制服ブレザーそして先生方が着ている服装にもね一切ゴミがついてないのよね交渉具現学園関係者はご立派ですことまだお続けなさるおつもりいいね注意の仕方がサラリーマン あれはひどく暑い日のことだった。炎天下にやられ、少し木陰で休んでいると、同じように木陰で涼む女性がいた。それは初恋の相手だった。十数年ぶりの再会に僕は息を呑む。その時の僕は、の絆変換。<laughs> 鼻呼吸。 いい、いいなんか入りやから、なんかいい雰囲気で一生懸命呼ばなと思ったらこいつかい、これ。サラリーン。炭酸美容の魅力を語るシンポジウムに参加しようとする影山ツ田の絆変換。やばい。俺招待されてないかも。<laughs> 二次会だけかも。<laughs> もう説明いんねん。 こいりんたろーの披露宴に招待されてへんかもしれない状況でえっ、ー、と披露宴会場に来て席なくてこの言葉言ったんですよ <laughs> やばい受付で3万すっちったって言って言い残して一回戻ってったんですよ <laughs> あーくそ美容のし何これ魅力を語るシンポジウムどこ行こうとしてんねんこれ 呼ばれてないやろ <laughs> なんで可能性あってりんたろは同期やから可能性あったわ分かるわ <laughs> ないやろ3体が推しメンの絆変換 <laughs> おしっこメンチカツ完全に気抜いてた <laughs> は おしめんの絆変換おしっこめ近づく気持ちわりもう定俗表現学園卒業生やんけ3体が えー、メールは以上です受付メールアドレスはですわ y a m a z o e −ッ t o m a o b c 1 3 1 4 j p 山添 −atomacobc1314.jp です○○〇〇の絆変換は○○こちらのフォーマットで送ってくださいメールの件名は絆でお願いします皆さんからのたくさんの絆来週もお待ちしておりますお知らせの後はドーナツ社の「単車のトーラのコーナーをお楽しみください相席スタート山添菅の桜橋919 この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしていますさて「ブランシモン」「お化けじゃないよーん」って <laughs> 神尾さん? <laughs>「神尾のしんちゃん?えー」えしんちゃんの可能性あるか確かに「お化けじゃないよーん」の言い方絶対に見て見てよー いやね、見てくださいよーでしたっけあ、聞いてよーや <laughs> ほんまやお化けじゃないよー。<laughs> 毎週水曜夜23時から絶対に聞いてよー。ほんまや <laughs> 一緒や。あれカラオケの精密採点したら多分全部一緒やぞこれ。<laughs> <laughs> しんちゃんやったんかあれえ。じゃあ話しかけてよかったやん。 でもあの出会い方したないもんな <laughs> フラフラしてタオル地のワンピース着てるし <laughs> 神尾さんに <laughs> 火曜日の山添ですは言いたないもんな <laughs> <laughs> よう気づいたないやーお化けじゃないよ <laughs> ええきききとう内、えー、弁慶 山添さん、ラたち前田さんをはじめとするバディーズからの攻撃を恐れているかと思われますが何かありそうな時は中野ちゃんがキッてやってくれると思いますので安心してください <laughs> そうや俺には中野ちゃんがいるわなめんなよ前田何人お前が推しメンのバディーズの仲間を連れてきようが俺には10分いや15分早く現場に到着して バディーズを見、一瞬で見分けて、きっとやってくれるマネージャーがいんねだダメんだよ。いや、これでちょっと気持ちが楽になったわ。ありがとうな、うち弁慶。え引き続きメール募集します。受付メールアドレスは、y m a z t o i ー t o m c o b c 1 3 1 4 j p 山添 atomacobc1314.jp です。いや、よかった。前田にも仲間がいて、こっちにもこっちで仲間がいる。それが知れただけでもよかったです。ベンイーキングで、スタンドバイミー。 山添の桜橋919はい次スタート山添館の桜橋919そろそろお別れのお時間でございますあっという間で早いもんですねみミクチャの方では番組終了後にアフタートークもあります皆様からのコメントを、えー、読ませていただいたりなんかなんかあんま意味のないような話をなんかいつもしてますわ、はい、もしお時間ありましたら、はい、ぜひそちらの方もご覧ください <laughs> <laughs> 間違えてないよ <laughs> えー、ラジオネーム3体が。一座の福井さんと安田さん、中野マネージャー、竹本さん、前田さん、山添さんによるデスゲーム楽しみです。誰が生き残ろうが、僕はキョン先生のお導きしか信じません。いいねそこが一番大事よな。うん。 そして、お導きによってきっともう選ばれてる人がいんのよ。生き残る人が。うん。早めに俺死んでそうやな。<laughs> なんか、前田は竹本さんをかばって早めに死にそうですよね。<laughs> 意外と竹本さんが最後まで生き残るのが一番面白いよな。安田さんと竹本さんのなんかアクションめっちゃ見たいもんな。<laughs> みたいな、みたいよな。<laughs> なえー、トリケラトプス。木と、にらみを聞かせてくれる中野ちゃんですが、高速で、すいませんと謝ってしまう癖もあるので、前田さん率いるバディーズに襲撃された際、どちらの中野ちゃんが出てくるかはギャンブルでございます。50%引けなかったら山添さんは死にます。<laughs> まあ、申し訳ないけど、中野ちゃんを盾にはさせてもらうわ。もう、霊眼並みに、ちょっと、数は決まってるかもしれんけど、できる限りの木を出してもらって、え、守れるだけ守ってもらって、最後誰と一騎打ちになるかまでね、生きながらえたいけれどもね。まあ、言っても、しんどい戦いにはなるやろう。でも、そんな毎日でええよな No, no, don't.